どうもこんにちは、石井ゼロです。今回の動画では八重美子と相性の良い性別セットや優先した方が良いステータスを期待値の分析と実践から考察していきたいと思います。まあ結構ですね、コメントで八重美子の性別をどうすればいいかわからない悩むという方がいらっしゃったので、ぜひ参考にしていただければと思います。簡単に動画の流れをお伝えします。まず最初に結論を今回は話してしまいます。まあ結局どの性別がいいのかという話ですね。でその後で、いろんな生物セットの組み合わせがありますが、それぞれのメリットやデメリットの特徴について話していきます。で3つ目は、元素熟知とダメージの関係ということで、まあ、ヤミコは元素熟知をスキルバフに転換できる能力を持ってますが、元素熟知をどれぐらい持った方がいいのか、まあ、そもそも持った方がいいのかっていう点について解説していきます。そして4つ目に、元素チャージ効率はどれぐらいあるといいかについても触れていきます。ヤヤミコの元素爆発は90族とかなり重めに設定されています。まあ、そんなヤヤミコに対して元素チャージを持った方がいいのか、まあ、それとも元素チャージは捨ててしまってスキルに特化してしまってもいいのかっていう点について軽く机上で分析した上で何パターンかで実践を通して、検証してみたのでそれをお伝えします。最後にこの動画の一通りのまとめをお話しします。それではまず結論を先にお話ししてしまいます。こちらのグラフは各生物セットの期待値の比較となっていて、オレンジが元素爆発で青がスキルの15回分の総合火力となります。で詳しい前提条件は動画概要欄に書いてるんですけども、こちらのダメージ期待値を見ても分かる通り、大体の生物セットにおいて誤差の範囲の火力差となっています。まあ、元素爆発については、楽団にセットがついているものが少し低めで、スキルについては絶縁4セットが少し低めという結果にはなっていますが、サブオプションが全て同じだった場合の火力差はこの程度になるので、結局サブオプションの強さやバランスの良さで、この順位というのはいくらでもひっくり返ってしまうので、サブオプションが強いセットで揃えてしまうのが無難ですし、今から八重美子のために、雷2セットなどを頑張って厳選したとしても、もしすでに強いしめ縄2セット、剣闘士2セットなどを持っている場合は、仮に雷2セットを入手できたとしても、体感そこまでダメージは変わらないかもしれません。どの生物セットを使っても、大きく火力差は変わらないというのを理解していただいたと思いますので、次にそれぞれの生物セットにおけるメリットとデメリットをお話ししていきます。上から順番に説明していきます。まずは剣闘士2セット、しめ縄2セットですね。まあ、これは合計攻撃 36% 漏れる生物セットになっていて、しめ縄の厳選が汎用性の高い絶縁の厳選もできるので周回する価値があるというのがまずメリットですね。あとは強いサブオプションで揃いやすいと思います。一方でデメリットとしてはダメージバフを稼ぐことができないので、ダメージバフを持っていない武器を装備する場合は雷2セットをつけた方が一応理論的には強くなりやすいです。次に雷打ち4セットですね。効果は雷が付着している敵に対するダメージが全て 35% 上昇されます。この生物のメリットは雷を付着するという条件さえ達成できれば全ての攻撃が火力アップできるので、まあ、お得というところにはなるんですけども、4セットを揃えないといけないので厳選がかなり大変であることと、パーティーによっては雷元素を付着し続けることが難しいというデメリットがあります。そして3つ目の剣闘士に雷の怒り2セットですね。こちらは攻撃 18%、 雷元素ダメージ 15% を盛ることができます。でこちらについてはモチーフ武器カグラのシーン以外の武器を持つ場合最大火力を出しやすいというメリットがあります。ただデメリットとしては雷の怒りや雷打ち4セットは汎用性がそこまで高くないので、フィッシュルや北斗、黒星の生物もついでに掘りたいなどの理由がなければしめ縄剣闘士で妥協してしまって良いかなとも思います。続いては剣闘士に楽団2セットですね。こちらは攻撃 18%、 元素熟知プラス80となります。元素熟知が上がるので過負荷や感電などの元素反応ダメージが少しアップするのがメリットになりますね。あとは八重美子の固有テンプによって元素熟知80がスキルダメージ 12% に転換してくれます。あとはこの生物は両方生箱で製作することができるので、まあ、他の生物に比べて入手しやすいというのがメリットになります。ただ元素熟知の上昇は元素爆発の火力アップにはつながらないので、他の生物セットに比べて元素爆発の火力が落ちてしまうというのがデメリットになります。そして同じ楽団2セットを採用した雷2セット楽団2セットですね、まあ、こちらは剣闘士と違って雷元素ダメージ 15% を稼ぐことができるので、モチーフ武器以外の場合は剣闘士2セットよりも多少ダメージが出やすいというメリットはあります。ただ先ほども言いましたが、雷の生物をすでに持っていればいいんですけども、持っていない場合八重美子のためだけに雷引きを回るのは樹脂に余裕がある人だけで良いかなと思います。最後に絶縁4セットですね。こちらは元素チャージ効率が 20% アップし、さらに元素チャージ効率の 25% 分元素爆発バフを盛ることができます。
主なメリットとしては、ヤミコの元素爆発90族の重さを多少緩和できる点と、他のキャラでも絶縁4セットは使い回しがしやすいので汎用性が高いという点ですね。ただデメリットとしては、元素爆発しか基本的に火力は上がらないので、ヤミコの要であるスキルの火力が落ちてしまい、元素爆発が溜まったら即吐くような立ち回りをしなければ、どんどん DPS が下がってしまうという点ですね。長々と話してしまいましたが、結局どの生物も一長一短あり、最適解というのはないので、手持ちの生物や育成状況で考えるのが良いかなと思います。続いて元素熟知についてお話ししていきます。今映しているのは左側半分が、ヤエミコレベル90のステータス例となっていて、砂時計を攻撃と元素熟知それぞれのパターンで出しています。赤字になっている部分が元素熟知の砂時計にしたパターンですね。で右側半分のグラフに関しては、砂時計の攻撃と砂時計の元素熟知にした場合の、過負荷感電元素爆発、あとはスキル3回分のダメージの固定ダメージや期待値を出しています。で右側のグラフを見てもらいたいんですが、攻撃力から元素熟知に変えることによって何が変わるかというと、元素爆発の火力が、だいたい1万8000ぐらい落ちる代わりに、感電や過負荷のダメージが倍増しているというのがわかります。でスキルのダメージについては、攻撃力の方が高いという感じですね。でこのグラフについてもう少し深掘りしますが、スキル3回と書いているのは、殺傷を3個出した時に3回攻撃をしてくれるので3回分の火力として出しています。で感電は基本的に2ヒットをするので、スキル3回プラス感電2ヒットの合計火力だけで見るとやや元素熟知の砂時計の方が高くなる場合もあるんですが、結局誤差の範囲であり元素爆発の火力を見ると大幅に変わってしまうので、やはり安定卓を取るなら攻撃の砂時計の方がいいかなと思います。またですね、ヤエミコのスキルの使用上、殺傷を3個置いたとしても3回に1回しか過負荷や感電というのは発動しないので、結局のところ元素反応1回の火力を底上げするより、スキル3回分のダメージを底上げする方がダメージとしては高くなりやすいですね。ちなみに元素爆発については連続で過負荷を起こしたりすることはできるんですが、それをやろうとするとパーティーが縛られたり、そもそもいろいろ元素反応について詳しく分かってないとちゃんと実現できないので、いずれにしても基本的に攻撃を盛る方が安定はしやすいですね。で一応参考情報として、ヤエミコが育成途中の場合のパターンも出してみました。生物のサブオプションについても少し弱めで設定しています。で、このように育成途中だったり生物の厳選途中で会心などのステータスがたくさん漏れていない中盤においては、スキルや元素爆発の火力というのもそこまで出ないので、固定ダメージである元素反応の過負荷や感電の方が伸びしろがあるといった場合もあります。例えばグラフを見ても分かる通り、元素爆発の火力差も元素熟知の砂時計と攻撃の砂時計で、1万変わるか変わらないかぐらいですね。さらに過負荷や感電に関しては敵が複数いる場合範囲攻撃になることもあるので、まだ冒険ランクや世界ランクが低い段階では場合によってはとりあえず元素熟知でつなぐというのも一つの手かもしれません。ただ最終的には攻撃や会心を伸ばした方がいいとは思います。それでは最後に元素チャージ効率についてお話ししていきたいと思います。まずは机上でいろいろ考えてみた結果をお話しします。で今映しているのは22秒間におけるスキルと元素爆発の倍率ですね。で22秒間というのは元素爆発のクールタイムになります。でスキルはですね、1本につき5回攻撃が発動して実質クールタイムなしで常時撃つことができると考えると、だいたい15秒間で15回攻撃が発動していることになります。でそこから22秒間なので、あと7秒間、何回か攻撃が当たると考えると、だいたい 3580% 分の倍率のダメージを敵に与えることになります。で一方で元素爆発の方は、2241% しか与えないので、22秒間においては元素爆発よりもスキルの方がダメージを出していることになります。なので何が言いたいかというと、元素爆発に固執する必要はあまりなく、スキルの火力もバランスよく上げてしまう方がヤエミコとしては進化を発揮できるんじゃないかということですね。とはいっても全く元素爆発を打てないと、この 2000% が無駄になってしまうので、それももったいないです。なので、このあたりは実戦でいくつかのパターンにおいてどれぐらい元素爆発が溜まるかを検証してみたいと思います。ちなみに補足として、この比較は両方のテンプレベルを10で計算していますが、スキル元素爆発両方のテンプをレベル10にするにはかなり時間がかかります。なのでそもそもスキルテンプを優先的に上げて元素チャージはあまり気にしすぎない方がおそらく楽だとは思います。では実際に検証に移っていきたいと思います。
まずは火力重視型の装備にした場合どれぐらい元素爆発が溜まったかというのを螺旋12層第1マン前半で検証してみました。ステータスやスキル元素爆発のバフなしの理論値のダメージを左側に記載しています。でまずは原子エネルギーが溜まりにくいであろうパーティーとして雷がヤエミコしかいないパーティーを用意してみました。その結果案の定元素爆発が溜まったのは1回分のみとなっていて、最初にヤエミコの元素爆発を打った後カラクリが倒れる直前でもう1回目が溜まったという感じになりました。さすがに元素チャージ効率 110% しかないと単体ボス戦相手はこれぐらいしか溜まらないということですね。続いては同じパーティーでヤエミコの生物を絶縁4セットにし砂時計を元素チャージ効率の時計にしました。攻撃力は大幅に落ちてしまいましたが元素チャージ効率は 184.1% まで上げることができています。ただこちらの場合はどうしてもスキルの火力が先ほどの火力重視と比べると大幅に下がってしまい、回心ダメージでも3000ぐらい一発あたりの差が出てしまっています。とはいえ元素チャージ効率が 70% 上がっているので元素爆発の回転率はいいかと思ったんですが意外と 1.2 回分しか貯めることができませんでした。というのもヤエミコの元素爆発が溜まってもスキルのローテで、すぐに発動することができなかったり、あとはやはり雷キャラがいないせいでチャージ効率自体は上がっていても雷粒子があまり出ないので、純粋に溜まりにくかったというのが分かりました。今度は同じ装備のままヨイミヤの枠をフィッシュに変えてやってみました。今回は雷共鳴が発動しているので、元素反応を起こすと雷粒子が生成してくれるのと、そもそもフィッシュが非常に雷粒子の生成効率がいいのでヤエミコの元素爆発はなんと 2.9 回分も溜まりました。ただ溜まったはいいんですけども、ヨイミヤの枠がフィッシュに変わったことによりパーティー総合的な DPS が下がってしまったのかカラクリのクリアタイム自体は先ほどとほぼ変わらないという結果でした。逆に言ってしまうとヨイミヤという星5キャラではなく星4キャラのフィッシュを使っても総合的な火力を出しているということにもなりますね。そしてこちらはパーティーは同じまま生物を火力重視型に戻したものになります。この場合は元素爆発が溜まった回数は約 1.6 回分でした。こちらの方が先ほどの元素チャージ効率型よりタイムもある程度早かったです。そもそも火力重視型で第1魔の間に2回元素爆発を打てるのが十分ですし、仮に元素爆発を即破棄できなかったとしてもスキルで十分な火力を出してくれるので立ち回りの余裕も生まれてくるかなと思いました。なので個人的には雷2編成でフィッシルのような粒子生成効率がいいキャラと組ませる場合は火力重視型にしてしまって問題なさそうな気はします。そして最後にヤエミコの装備は同じままフィッシルの枠をライデンに変えた場合でも試してみました。その結果溜まった回数は約 1.9 回分とフィッシルを入れていた時よりも溜まりやすいという結果になりました。このあたりはライデンの立ち回り次第な部分もありますが、ライデンを入れる場合においてもヤエミコの元素チャージ効率は特に気にせず火力に振ってしまって良さそうかなと思いました。ということで実践の検証を簡単にまとめてみました。スキルと元素爆発でそれぞれ攻撃重視と元素チャージ効率重視の期待値と攻撃回数から元素チャージ効率をどれぐらい考えた方がいいのかというのをある程度導いていきたいと思います。で今回のカラクリの場合倒すのにかかった時間はだいたい90秒でした。でスキルの攻撃回数は基本的に3個出しておけば1秒に1回なんですが、無敵時間とかを考慮して80回ぐらいダメージが当たっていたと考えます。そうすると攻撃重視と元素チャージ重視の火力差というのは合計で19万2000ダメージぐらい出ていたことになります。一方で元素爆発については攻撃重視の場合2回元素チャージ効率重視の場合3回打てたことがあったと仮定すると元素爆発における火力差というのは5万3000でした。つまりどういうことかというと螺旋12層のような90秒とか120秒ぐらいの長期戦においてはスキルの攻撃回数が多くなるので元素爆発1回打てる回数が多いか少ないかよりもスキルのダメージの方が火力差が出る、つまり攻撃重視の方がお得になりやすいということですね。最初に出したヤミコン動画で実演4セットを選択肢に入れていましたが、確かにありっちゃありなんですけども火力重視を優先してよかったかもしれません。その点は申し訳ございません。ただですね、攻撃重視型で爆発を打つ回数を2回で設定しているのでこのような結果になっていますが、爆発が1回しか打てていない場合はチャージ効率重視と比べて2回分足りなくなるので、そうなるとスキルの火力差とどっこいどっこいです。なのでそういう意味では攻撃重視型でも爆発は2回打てるぐらいの編成にしてあげたい。なので雷2共鳴を発動したり雷電編成でヤエミコを使うのが一番バランスとしては良さそうです。それではまとめに移ります。生物はセット効果よりもサブオプションの強さを優先した方が火力は出やすくなります。
で、元素熟知についてはあれば嬉しい程度で積極的に盛るものではないかなと思います。またチャージ効率についてはパーティーと相談ですけども、火力重視の方にしてしまっても基本的には問題はないかなと思いますが、雷に共鳴や雷電編成のような爆発もある程度回りやすいようなパーティーで組む方が八重巫女の進化は発揮しやすいと言えるでしょう。まあ、生物については今後のアップデで相性がいいものが来ることを期待するしかありませんね。以上でこの動画は終了となります。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が参考になったようであれば、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、よければフォローしてください。それではご視聴ありがとうございました。